どうも、たかいです。子供からねえ教えてと言われて、親側が自分で調べなさいと言ってる親の将来はこうなりますよって話をします。そもそもねえ教えてと言われ続けて、自分で調べなさいと言い続けた場合、将来的に親側が新しい、例えばスマートフォンでももしかしたらメガネのデバイスになるかもしれないじゃん。で、メガネのデバイスの扱い方が分からなくて、これどうやって扱ったらいいのって聞いた時に、自分で調べたらって普通に言わない？今まで教えてくれなかったのに何教えてって言ってんだよ、自分で調べなって思わない？こういう現象は将来起きるし、親側も教えるっていうことをおそらく会社の新人教育でもおそらく雑にやっていたであろう人ほど、喋って教えるということはまずコミュニケーションを取ることすら学校ですらやらないんだよ。学校で人の目の前に立って教える、しかも年下に教える、会社でも教えると言ってもすげえ上から目線で、俺はこれくらい教えてやったんだからこれくらいやって当然だよねみたいな、そのいう下心のある人ほとんどだからこそ、おそらく日本の会社ってコミュニケーション能力が育たないんですよ。だからおそらく家庭内においても育児教育において丁寧に熱意を持って教える親が少ないからこそ、将来的には奥さんに見限られて、で退職した後に退職金もらえるから、その退職金も半分がっつり持ってかれるっていう現象が起きてしまうじゃないかな。そうならないためにも今のうちから熱意を持って子供と接して奥さんと接してっていうことをやってみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。